こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の大人のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。ボトムスって本当にいろんなバリエーションがあるので、どれを選んでいいかわからない方多いかなと思うんですね。特に40代以上の大人の男性だと馴染みのボトムスってあると思うんですね。代表的なところで言うとブルーデニムですとか、あとはベージュのチュノパンですとか、オリーブ系のパンツですとか、このあたり履いてる方が非常に多いのかなと思います。じゃあそういったものが本当に40代の大人世代に似合うのかというと、やっぱりですね、ある程度考えて履かないとちょっとおじさんっぽくなってしまうかなと思うんですね。ということで今回の動画では40代の大人世代に似合いやすい鉄板のボトムスですね、これを3本皆さんにですねご紹介したいなと思っています。正直ですね、僕もボトムスいろいろと持っていますが、よく履くものというのはせいぜいですね3パターンぐらいなんですね。その中であとはトップスの組み合わせだとかアウターの組み合わせだとか、そういったものを変えるだけで見栄えって大きく変えることができるので、正直1本のボトムスだけでもそれなりにバリエーション作ることができるんですね。なので3本もあればもう十分ぐらいかなと思うので、今回の動画ではその3本は何なのか、どのようにその3本を選べばいいのか、どこのお店で買えばいいのかも分かりますし、どう組み合わせればいいのか、メリットデメリットも含めてしっかりとお伝えしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしていますので、まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的に40代の大人の男性に似合うボトムスをですね3本ご紹介したいなと思ってるんですが、まず1本目はですね基本中の基本と呼べるこちらのボトムスですね。ブラック系のイージーパンツですね。これは僕の動画の中では散々ですねご紹介してきたものなので、皆さんにとっては馴染み深いアイテムなんですが、なぜこのブラック系のパンツが使いやすいのか、また40代の大人世代だったらどういったシルエットのものを選ぶべきなのか、このあたりまで掘り下げて解説をしていきたいなと思ってるんですが、先ほどもお伝えした通り結構40代の大人世代だとブルーデニムだとか、あとはベージュのチュノパンだとか、カーキだとかオリーブ系のパンツだとか、ちょっと色合いで言うと曖昧な色ですね、そういったものを選びがちなんですが、意外とこのような色というのは着こなしが引き締まらないですし、ちょっとカジュアルな方向に触れてしまうんですね。ですので思い切ってボトムスをブラックでシュッとシャープにまとめてあげることで、綺麗さが漂ったりだとか大人っぽくて上品なスタイルというのが簡単に作りやすいので、ブラック系のパンツというのはあるとすごく便利な一番定番的な位置づけなのかなと思ってるんですね。この位置づけというのはちょっと前になるとブラック系のスキニーですね、タイトなシルエットでブラックでシャープにまとめてしまえば、あとは何を合わせても間違いのないコーディネートが出来上がってしまうというところ、このあたりは皆さんもよくですね理解してるかなと思うんですが、そのブラック系のスキニーが今はですねブラック系のイージーパンツという形でそこまで細すぎないシルエットで適度にゆとりがあるんだけども、こちらのようにセンタープレスが効いていたりだとか、素材感も含めてやや綺麗めな雰囲気ですね、スラックス調に見えるようなものが増えてきていまして、このあたりが大人世代が持つのであれば鉄板なのかなと思います。代表的なところで言うとこちらユニクロのスマートアンクルパンツですね、こちらがあったりだとか、あとはグローバルワークのアーバンスラックスですね、このあたり、この2つが代表的かなと思います。シルエットが細かく見ると違ってきて、ユニクロのスマートアンクルパンツの方が少しゆとりがあります。こちら見ていただくと腿周りには適度にゆとりがあるんですけども、膝から下にかけてテーパードが効いているようなシルエットになっていまして、こちらはですねどういった方に似合うのかというと、体型的に普通からちょっとぽっちゃり体型の方にはより似合いやすいかなと思うんですね。一方でグローバルワークのアーバンスラックスというモデルですね、こちらに関してはかなり細身なんですね。なのでクロスキニーみたいなかなり細身のものに見慣れている方がブラック系の今っぽいパンツを合わせるのであれば、アーバンスラックスのようなものの方が割とスムーズに移行がしやすいかなと思うんですね。ただこちらはスマートアンクルパンツ、ユニクロのものに比べると結構細身なので、体型的には細身の方から普通体型ぐらいの方は合うんですけども、ぽっちゃり体型だと足のラインがくっきりと見えてしまうのでちょっと難しさを感じるかなと思います。
なので体型によって、あとは趣味趣向によってこの2つを使い分ければいいかなと思います。ただ個人的にはこの2本でもまだまだ細いなと思ってしまうんですね。おしゃれがある程度好きな方にとってはワイド感のあるボトムスの方がやっぱりですねしっくりきやすいかなと思うんですね。ですので中級者以降だとユニクロのタックワイドパンツですね、このあたりを履いてもらうといいかなと思うんですが、40代の男性がタックワイドパンツ似合うのかというと結構難しいかなと思います。ドカンとしたシルエットでまだ見慣れてないのと、失敗すると狙ったはずのワイドパンツがただのだらしないボトムスに見えてしまうのでちょっと難易度は高いんですね。なのでおしゃれが本当に好きな方向けのですねタックワイドパンツという位置づけというところは覚えておいていただきたいなと思っています。でこのブラック系のパンツはどんな着こなしに合うのかというと、いくつか写真を用意したいなと思ってるんですが、上半身が明るい時にこそブラックのこういったイージーパンツは生きるんですね。例えば今僕はこういったブルー系のですねシャツを着ていますが、まあ、こういった上半身明るめの時にボトムスブラックでシュッと引き締めてあげる、これはバランスがいいです。他にはベージュのコートですね、秋だとか春に着るようなステンカラーコートとかのベージュですね、そういったものに対してブラックのボトムスでギュッと引き締めてあげるのもバランスがいいかなと思います。あとは T シャツのスタイルですね。T シャツってかなりカジュアルな着こなしになるので、それに対してブルーデニムだとかチノパンを合わせてしまうと全身がカジュアルになってしまうんですね。そこに対してブラックのこういったイージーパンツを使うことでギュッときれいめに引き締めてあげることで全体のバランスが取れてくるので、上半身が明るい色かもしくはカジュアルな時にはこういったブラックのパンツでギュッと引き締めるのがバランスがいいかなと思います。ライトブルーだとかベージュだとか、あとはカーキオリーブみたいなアウタートップスとも非常に相性がいいので、まあ、そのあたりを目安として使っていただけるとすごくいいかなと思います。もちろん全身ですね、濃い色の組み合わせですね、ダークグレーとかネイビーだとかブラックのトップスアウターに対してブラックのパンツ、こういったものも悪くはないんですが、ちょっと重たく見えるかなと思うので、個人的にはややクロート向けの着こなしになってくるかなと思います。ということでブラックのパンツは40代の大人世代にとってはまずは大定番で持っておくべきものナンバーワンかなと思うんですが、人によってどのようなシルエットがいいのかは変わってくるよというところは頭の片隅に置いてください。すごくファッションが好きな人にとってはワイドパンツがいいかなと思うんですね。僕もブラック系のパンツだけでかなりの種類を持っていますが、結構ワイドっぽいものが多いんですね。だけどもそれは一般的な考え方ではなくて、まあ、多くの40代の男性にはスマートアンクルパンツかアーバンスラックスか、このあたりが似合うかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目の40代の大人世代に似合うですねボトムスなんですが、こちらのですねグレー系のパンツですね。これはちょっと意外かなと思うかもしれません。僕の動画の中では時々出てくるんですけども、意外とですねこのグレー系のパンツというのも使い勝手が良くて、かつてはですね僕もグレー系のパンツばっかり履いてた時があったんですね。グレー系のスラックスだけで本当に10本以上所有していたんですけども、やっぱり使い勝手がいいんですよ、このグレー系のボトムスというのは。ブラックに比べるとちょっと色味としては濃いめではあるんだけども、真っ黒ではないので重たすぎないのがグレー系のパンツなんですね。単品で見ると正直ブラックのこういったパンツの方がシャープでかっこいいんですよ。一方でグレー系って失敗するとめちゃくちゃおじさんっぽく見えるので注意が必要なんですが、意外と使ってみると様々なスタイルに合いやすいというのがグレーのボトムスの良さなんですね。先ほどのブラックのパンツと同じように腰周りにタックが入ってたりだとか、腰部分はこういったゴムが入っているようなイージー仕様のちょっとスラックス調のですねグレーパンツがですね最近は結構街でも見かける機会が増えたんですが、まあ、このあたりは1本持っておくとすごく便利かなと思います。じゃあどういった機会に使うのかというと、主にですね春夏は使い勝手がいいんですね。先ほどご紹介したブラックのボトムスもいいんですが、夏場に真っ黒のボトムスだとちょっと重たく感じるなとか暑苦しく感じるなという方もいらっしゃると思うんですが、これをグレーのパンツに変えてあげるだけでかなりですね着こなしとしては重たすぎない印象になるので、夏の着こなしこそ結構グレー系のパンツって使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。また先ほどですねブラックのパンツに対して
ブラックのトップスだとかアウターですね、それを着てしまうと結構重たすぎるというお話をしたかなと思うんですが、上半身ブラックだとかネイビーの時にはまさにこのグレーのパンツがめちゃくちゃよくハマるんですね。特に僕が好きなのは夏場のブラック系のポロシャツだとかネイビー系のポロシャツですね。そういったものに対してこういったグレー系のパンツというのは非常に相性がいいです。あとはダークグリーンのオープンカラーシャツと合わせてみたいだとか、今僕が着ているようなライトブルーとかのシャツとかにも非常に相性がいいので、かなり使える範囲が広いんですね。ちょっとこの着こなしブラックのパンツじゃ重たいかなっていう時にこのグレー系のパンツを合わせてあげれば間違いなくハマりがいいので、まあぜひ皆さんもですね、ブラック系のパンツを持っていたら次はこういったグレー系を選んでみるといいんじゃないのかなと思います。ただグレーにもいろんな色味がありまして、本当にブラックに近いようなチャコールグレーと呼ばれるものだとか、もっともっと明るいライトグレーみたいなものもあります。まあその中で僕はこちらのようなミディアムグレーですね、濃すぎず明るすぎない中間的なグレーが使い勝手がいいなと思います。明るすぎるグレーだと失敗するとちょっとおじさんっぽく見えたりしますし、チャコールグレーはチャコールグレーで大好きなんですが、ほぼほぼブラックと見え方が違わなかったりするので、ちょっとですねブラックのパンツとの違いを出すにはこれぐらいのミディアムグレーがすごく使い勝手がいいかなと思います。こちら今期のグリーンレベルのものなんですが、こういったグレー系のパンツ結構セレクトショップのオリジナルなんかも買えるので、まあ、いくつか概要欄にですねリンク貼っておきますので、そちらからチェックをしていただきたいなと思います。もちろん春夏だけではなくて秋冬にもですねグレー系のパンツは活躍するんですが、まあ、春夏に比べて秋冬の方がもうちょっと色味濃くてもですねバランスが取れるかなと思うので、まあ、年中使うのであればミディアムグレーぐらいがいいかなと思いますし、秋冬に特化するのであればもうちょっと濃いチャコールグレーでもいいかなと思うので、1枚やると結構便利かなと思うんですね。もちろんですねブラックだとかネイビーだとかチャコールグレーのアウターとかにも合いますが、明るいホワイトだとかオフホワイトだとかそういったトップスにも合うので結構万能だなと思います。おじさんっぽい印象があってなかなか履きづらいという方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひまずは試着からでもいいのでこういったものを試してみるといいと思います。意外と1本持つとすごい着こなしに使えたりするので、まあ、ご紹介したコーディネート事例なんかを見ながらですね、ぜひ皆さんもグレーのパンツ揃えてみていただければなと思っています。はい、続いてラストですね、3本目の40代の大人の男性に似合うボトムスなんですが、ここは結構悩みました。というのも先ほどまでご紹介したブラック系のイージーパンツだとかグレー系のボトムスですね、この2本があれば結構回ってしまうなと思いますし、この2つは結構いろんな男性にも似合いやすいような鉄板のボトムスかなと思うんですが、3本目はですね結構なくてもいいぐらいなんですけども、人によってどういったものが正解になってくるのかは変わってくるかなと思うので、一応3本目は3パターンご用意しました。この中で皆さんが気に入ったものをですねチョイスをしていただければちょうど3本のバリエーションができるかなと思うので、ちょっと皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。まずは3本目の丸1なんですけども、こちらですね、40代の大人世代にとっては定番的なデニムですね、ブルー系のデニム1本持っておくとすごく安心感はあるかなと思うんですが、まあ、大人世代が持つのであれば少し綺麗さを感じるようなこちらのデニムスラックスですね、こういったものが1本あるとすごく便利なのかなと思います。僕の動画の中でも以前ご紹介しましたが、代表的なところで言うとグローバルワークなんかでこういったデニムスラックス用意があるので、まあ、ぜひ皆さんも見ていただきたいなと思います。まあ、通常のデニムに比べるとデニムスラックスということもありまして、まあ、センタープレスが効いていてちょっとこうドレッシーな雰囲気になっていたりだとか、あとはシルエットですね、このあたりも太すぎずにですねシャープにできているので、大人世代が着てもやぼったく見えないような現代的なデニムになってるかなと思います。以前からずっと使用しているようなボロボロのデニムを履くのではなくて、このようなきれいめなデニムスラックスを履いていただければ割と T シャツのスタイルにも合いますし、ジャケットのスタイルだとかコートのスタイルなんかにも非常に相性がいいです。通常のデニムにはない綺麗さが簡単に出せるので、まあ、このようなデニムスラックスは1本持っておくとすごく便利かなと思います。まあ、僕自身もデニムスラックス大好きで、これまでにですねインコテックスというイタリアのボトムス専業ブランドのものを買ったりだとか、あとはこちらのグローバルワークのものだとか、あとは自分のブランドでもデニムスラックスを作ってるぐらい結構好きなボトムスで、様々な着こなしにも使いやすいので、ぜひ皆さんもですねデニム愛好家の方だったらデニスラというところもですねチェックをしていただきたいなと思います。
本当にいろんなものに合わせやすいです。このようなライトブルー系のシャツにこういったちょっとこのようなインディゴブルーなんか合わせてあげても良いグラデーション効果でハマりもいいので、まあ、ぜひこういったものも検討していただきたいなと思います。あともう一つですね、冒頭にもお伝えしましたがベージュのチノパンみたいなものも結構大人世代にはすごく馴染み深くて履く方も多いかなと思うんですね。僕は動画の中でよくお伝えしてるんですがベージュのチノパンって結構これまた難しいんですよ。ベージュという色自体は僕は大好きで、まあ、主にですねアウターですね、ステンカラーコートだとかあとはシャツだとかそういったもので取り入れることが多いんですが、ボトムスでベージュ系を選ぶとちょっとこうおじさんっぽさが出ることが多かったりするので、ど真ん中の本当に普通に見えるベージュのチノパンはちょっと難しいんですが、例えばですねこのようなベージュ系なんだけどもちょっと光沢感があってドレス感のあるようなボトムスであれば全く問題なくですね使えるかなと思います。これはですね今期のグリーンレーベルのオルマイージーパンツの新色なんですが、このベージュがめちゃくちゃ良かったんですね。これはグリーンレベルさんからご提供していただいたものなんですが、僕がベージュのパンツあんまり得意じゃないことをですねグリーンレベルさんもよくご存知なんですが、これはいいんじゃないかということで以前ご提供していただいたんですが、確かにこれは良かったです。まあ、チノ素材のようなカジュアルなものではなくて少しですね上品に見えるようなこのような生地感のものを選んで、まあ、センタープレスも入っていますし、あとはシルエットもですね腰回りゆったりだけどもテーパードが効いているみたいなシルエットだと結構ですね大人世代にも似合いやすいかなと思います。ベージュの中でもちょっとグレーっぽさを感じたりだとか、まあ、ブラウンに近いような色合いだったりだとかそのようなところも感じるような色合いですが、これだったら大人世代にも似合いやすいですし、上半身ホワイト系で合わせてもいいしブラックネイビーなんかで引き締めてもいいし、まあ、様々な着こなしが想定できるので、もしベージュ系のパンツが欲しいなという方であれば、まあ、今期のグリーンレーベルのこちらのオルマイージーパンツのベージュはかなり名作かなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。そして最後個人的に一押ししたいのはホワイト系のパンツなんですよね。このような感じです。僕もですね今まで書籍の中とかでも白パンってよくご紹介してきたんですが、ここでですね正直なお話をしますと、僕は白パンをよく皆さんにお勧めしてきたんですが、本を書いた頃って、まあ、本当に30代前半ぐらいかな、それぐらいの時期に書いていたので割とですねまだ白パンというのをリアルで履くのがちょっと気恥ずかしさがあったんですね。小切れすぎてしまってちょっとこう気恥ずかしいなと思うことが多かったんですが、僕自身も40代を迎えて、まあ、かつてのフレッシュさみたいなものは少しずつ落ち着いてきましてですね、まあ、大人っぽい雰囲気になってきたかなと思うんですね。まあ、そんな時にかえってこの白パンの持つ清潔感だとかパキッとした色の綺麗さっていうのがハマりやすくなってきたし、今だからこそそこまで気恥ずかしくなく履けるので、僕は白パン去年からですねガンガンに履いています。まあ、以前の白パンに比べると動画の中でもお伝えしている通り最近はちょっとシルエットも緩めになっているので、以前の白パンに比べるとキザっぽさみたいなところがだいぶそがれているので気軽に履きやすくなってるかなと思います。着こなしの中に加えるだけでパッと明るい印象になりますし、あとは旬な要素も非常に強いのでぜひ40代の大人の男性にも使っていただきたいボトムスかなと思います。まあ、白パンのシルエットですが個人的にはちょっと緩さのあるものが好きだったりするんですが、あまりワイド感が強すぎるとちょっと40代以上の大人の男性には使いづらかったりするので、例えば先日ですねグリーンレーベルさんとコラボレーションで作った、まあ、こちらのですね、まあ、オフホワイト系のボトムスにはなるんですが、こういったボトムスですね、割とですねシルエットは太すぎず細すぎずぐらいのものでテーパードもしっかりと効いているので、こういったものであれば大人世代には使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。特に春夏に関してはボトムスがブラックだと重すぎるのでグレー系を使うのもありですし、もっと季節感出すんだったらこのようなホワイト系のパンツはすごく清涼感もあっていいですし旬な雰囲気も漂いやすいかなと思うので、ぜひですねちょっとハードルを感じる大人世代の方にこそこういったホワイト系のパンツもおすすめができればなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人の男性に合うボトムスを3本ご紹介させていただきました。まあ、おさらいをすると1本目はブラック系のイージーパンツ、2本目はグレー系のパンツ、そして3本目は3択があるのでこの中で気に入ったものを選んでみてください。まずはデニムスラックスがあり、そしてベージュ系のパンツがあり、そして最後に白ですとかオフホワイト系のボトムスがありというところですね。まあ、このあたりさえあれば僕は十分回ってしまう
まうかなと思います。僕自身のライフスタイルを考えると、1年を通してブラック系のイージーパンツですね、このあたりは 2,3 本所有しているものを回してですね、その時々でシルエットを微妙に変えながら楽しんでいるんですね。そして春夏シーズンに関しては結構白系のボトムスを使うことが非常に多くて、上半身にブラックだとかダークグレーの T シャツなんかを着て、ボトムスは白パンだとか、このような着こなしを楽しむようにしています。そしてちょっとこうブラック系のパンツじゃ重たいなという時にはグレー系のパンツで色味を変えてあげたいだとか、まあ、そんな形でですねバリエーションを作ってあげると結構十分すぎるぐらい40代のボトムスは回せるかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね今回の動画を参考にしながらボトムス選びを楽しんでいただきたいなと思っています。まあ、今回は僕の中でおすすめのボトムスですね、いくつかご紹介しましたが、ぜひ皆さんの方でもこの辺りも使いやすいよというのがあればコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなか扱わないようなセレクトショップのオリジナルだとかドメスティックブランド、さらには専門ブランドなど、このあたりのですね情報は僕がもう一つ運営してますこちら YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と週に1本のですねメンバーシップ限定のライブ配信もやっています。こちらの方では皆さんのご質問に直接お答えするような形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをサクサクとですね読んでいただけるような記事をですね書いています。僕も毎日投稿してますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。